皆様お疲れ様です。植木屋健チャンネルです。今回の動画はですね、金木犀の剪定についてね、ちょっとねお話ししようと思います。はい、今が10月の11日です。金木犀がね、ここ関西なんですけどまだ咲いてないですね。今ほんとちょうど咲き出す頃ですね、金木犀が。はい、でその切る時期なんですけどね、まあ今回のこの動画は家に金木犀があってね、ちょっとその剪定しようかなって考えてられるねお家の方に向けての動画です。はい、初心者向けの動画になってます。で、一番金木犀を切るのにいいタイミングはですね、花が終わった後なんですよ。ですんで、まあ、11月の頭か中頃ぐらいですかね。金木犀が咲いて、で、どんどん香りがなくなってくるじゃないですか。で、黄色い花柄がポツポツ落ち出すと。それぐらいがね、切るのにはね、365日の中で一番いいですよ。ですんで、初心者の方ね、金木犀切ろうと思い張る方は、花終わった直後ぐらいにね、おすすめいたします。はい。ここまでいいですかね。で、いつぐらいまでが適宜なんやって言ったらね、一応花が終わってからね、次の年のね、3月いっぱいぐらいまで適宜ですね。要するにその次の芽が伸びるまでの間ってことなんですよ。ですんで、まあ11月の頭か半ばぐらいからね、年挟んで次の年の3月いっぱいぐらいまでがね、切るのに適した時期です。はい。伸びないんでね、その時期に切っても伸びないんでね、適宜なんですよ。で、じゃあ、まあ、4ヶ月、5ヶ月ぐらい適宜やから、いつ切ってもええやないかって話なんですけど、どうせ切るんやったらね、花をすぐに切っといたら、その、綺麗な形で4ヶ月、5ヶ月ぐらいずっと維持できるじゃないですか。乱れた感じでずっと年越して、で、3月ぐらいそろそろ塩かけたらね、ずっと乱れた形で家で維持してるっていうことになりますんで、どうせ切るんやったらもう花をすぐにね、金のおすすめしますね。はい。ここまで OK ですね。はい。OK ですかね。じゃあね、じゃあ成長期ですね。その4月、5月、6月、7月、8月ね。その辺に切ったらあかんのかどうなんやって話なんですけど、まあ、簡単に言うたらね、4月ぐらいから新芽が伸びるじゃないですか。で、まあ、大体、まあ、15センチぐらい伸びるとするじゃないですか。で、6月ぐらいにね、伸びた、その芽が止まるんですよね。もう、ある程度伸びたらね。で、それが、まあ、7月、8月かけてね、花を咲かす準備をしだすんですよ。で、10月のその半ばぐらいに花が咲くということなんで、その4月からこう伸びるとビューとね、で6月ぐらいまで伸びる、15センチぐらいで伸びが止まって、その7月8月ぐらいに花の咲かす準備をするとしてる間にね、やっぱこう人為的に枝をや葉っぱを切ったらね、やっぱ調子狂いますよね。伸ばして花つける準備して11月に咲かそう思って自然のね、その自然の摂理でそのようになってるのを急にその人間がねブチッと切ってしまったら、あれ切られた、まだ伸ばさなあかんとかね、やっぱその狂うんですよね。で、狂うことによってやっぱ花が咲かなくなる可能性があると。もちろんそうですよね。自然じゃないことするんでね。ですんで、その花を見るためにはさっき言ったね、花後から次の年の3月いっぱいまでに切っとけば、一回だけでいいですよ。一回切っといたらね、その花もしっかりつけます。はい。ですんで、切るのはもう一回だけね、花終わってすぐ切っといたら、また次の年花咲く、でまた切る、でまた次の年になって花が咲くっていうね、まあ初心者の方はね、そのサイクルでいいと思いますよ。はい。もう植木屋さん入ってるとことかね、2回切ったりとかね、やっぱちょっと乱れて6月ぐらいにこんもりしたやつをちょっとね軽く整えたりとかも下にもするんですけれども、家の方がね、維持管理するんであればね、年間1回でいいと思います。で、365日の中で一番いいのが花終わってすぐっていうことなんですよ。はい。ここまで OK ですね。OK ですかね。はい。ということで、で、まあ、金木犀に限らずね、大体、その、花を見るんであれば、花後にね、切れば、花見れますね。大概見れる可能性が高いです。はい。で、その、まあ、個人的な意見なんですけど、やっぱ、花のつく木植えてるんであればね、家にあるんであれば、やっぱり、その、花を見ないと、その木を植える
る植えてる意味がないですよね、やっぱね。うん、でやっぱ関心ない方もね、やっぱいるんですよ。もう花絵か切ってって言われる方もたくさんいるんですけど、多分そのね、何回か咲かしたら楽しくなってくると思いますよ。たまたまね、その咲かしたりする楽しみをね、まだそのあんまり経験しないだけで、実際咲かしてみたらね、あ、こんな、なんか毎年咲くって楽しいもんなんかって思うかもしれないんでね、いっぺんその本当適宜にね、金木犀花、ちょうど今ちょうど時期なんでね、チャンスです。はい、花がまだ咲いてないんですけど、今から咲いてね、香りがなくなって花がらパラパラパがパラパラ落ちる頃にね、金木犀を切ると、頑張ってね、家の方、初心者の方ね、切ると。でそのまま1年ほったらかして、次の年またバーッと咲いたらね、そのあ、その管理の仕方がわかるっていうかね。はい。ですんでね、一度ね、そのような感じでね、今年ちょっとチャレンジしていただ、してみることね、植木屋兼チャンネルからのね、お勧めいたしますということです。はい。そんなとこですかね、今回の。理解、よろしいですかね、わかりますかね、初心者の方にね、向けて、やっぱベテランの方とかね、まあ、本職の方なんかもう、熟知してるんで、全然、この話聞く必要もないと思うんですけど、今回その、初心者の方ですね、とか、親の お家引き継いだら、引き継いだらね、親の家もらったら庭もついてきてもうたみたいなね、どうしようか、みたいな方たくさんいると思うんですよ。家引き継いだら庭もついてきてもうたな、でも植木屋さん頼むのは高いしな、みたいなね、方がね、めっちゃおると思うんですよ。全国にね、8万トンで220人ぐらいいると思うんですよね。はい。そういうね、方に向けて、全然植木のことわからへんねんけども、まあ、自分でやる、体力もあると。で、やるのもそんな嫌いじゃないと。お金ももったいないしね、頼んだらね。だから自分でやってみようかっていう方に向けてね、基本的には発信してますんで、はい。植木屋兼チャンネル。ですね、僕は毎週ですね、4本も出してるんですよ、動画。毎週。何曜日かって言ったら、火曜、水曜。で、木曜空いてね、金曜、土曜と、週にね、4回、夜の7時から動画ね、上げてます。大体ね、その動画にもよるんですけれども、そんな長い動画出してないですよ。10分前後ぐらいですね、の動画出してます。で、すべて、その、お庭関係ですね、植木関係。僕、植木屋系 YouTuber なんでね、ちょっとその、ガーデナーとかね、その、ガーデニング系のね、そういう、ガーデナーとかとはまた違うんですよ。もう見た、こう、剪定とかね、庭師系ですね、植木屋系 YouTuber なんで、はい。その、お庭に関することをね、一応一貫性を持ってね、すべて緑のことに関することをね、情報を上げてますんでね、よかったらね、チャンネル登録していただいたら、見逃すことがなくなりますんでね。で、チャンネル登録どうやってしたらいいねんちゅうたらね、こう一番最後に、その画面の端っこにこんな丸いね、一番最後、丸いこういうなんかこう、の出ますわ。ここ押して、ここ押してっていうのが出ますわ。それを押してもらったら、携帯やったらね、チャンネル登録できますし、もしテレビで見てはる方やったらね、子供さんとか娘さんに聞いていただいたら、やり方わかると思いますんで、はい。これからもね、よろしくお願いします。ね、ほんとね、親の家受け継いだら、庭ついてきてもうたっていう方がたくさんいると思うんですよね。はい。その人、方にね、向けて、ちょっとでもお役に立てればと思ってますんで、はい。これからもよろしくお願いします。失礼します。ありがとうございます。